んにちは、ピクチャレスクです。ご覧いただきましてどうもありがとうございます。よろしくお願いします。こちらに、ね、映ってますのはですね、ハンドメイドを バッグ作り始めるきっかけになった、もうすごく遡ること20年ぐらい前なのか、20年経ってないかな、まだ2007年ぐらいにスタートし始めたんですよね、ハンドメイドバッグ作り。それのきっかけとして最初にポーチなんかも作ってたんですよね。で、最初からね、ファスナーを使ってたんです。ファスナーさえあれば入り口が閉じられるから、とりあえずちょっと一重仕立てなんかでも作っていけたんですね。で、真珠とかそういうの貼るのはに次の段階に行ったもんだから、最初の頃こういう風に1枚のペラペラなんだけど生地がまあまあしっかりしたのを選べば、一重仕立てでもこういうケースみたいになるようなものが作れたんです。で、これはなかなかお店でだと買えない、幅が 2.5 から3センチぐらいしかない幅の、ちょっとしたペンケースなんですよね。で、これに、なんかね、今は耳かき入れてるんですけど、ちょっとね、これが今2000そこからね20年近く経ち始めて、まあ15年は越しましたわね。そうするとその状態でちょっとあることに残念なことが分かったんです。それがこちらなんですね。はい、よくですね、私は長持ちするものを作りたいと言っているにもかかわらず、ここでも寿命が尽きてしまったと思われることが起こってしまったんですよ。それはここですね、この今指さしているところっていうのは樹脂で固められたファスナーの留め具なんですよね。それがね、ポロって外れて右側にちょっと透明なかけらが落ちてるの分かりますか？あれ、留め具の一部なんですよね。それで塗り込んである、そのなんか何かしら機械かなんかでガチャって樹脂をこういうふうに浸透させて固める役割に、蓋をかぶせるかのようにというか、蓋みたいに結果的になったのか、樹脂がですね、剥がれたんですよ、上がね。でもこの剥がれた部分ってまさにそのこの形をしていた留め具の部分の形なんですね。ということは結局15年足らずでと言ったらいいんでしょうか、まあ15年と越しましたからね、今ね、ところですから、20年以内にはもうこれが留め具の役割が果たせなくなってしまうということが起こってきましたのがすごく残念です。もうずっと持っていけると思って、というぐらい思っていたのに、ああダメになったんだっていうのがね、ちょっとね驚きです。ということはちょっとここからね、学びになりますので、私なりにまとめて、じゃあっていうことでちょっとお伝えしたいことになっていきますね。これこのままね使っていくと、ちょっと一番右の方行ってもらうと割れ目があって、留め具によってここが留められていたんだけど、もうこれ力入れれば開いてきますから、あとファスナーが勢いよくグッと右側に行っちゃった時に、なんかね、もう何かの弾みでギュッと行ってしまったみたいな感じの時をきっかけにパッと開くと思うんですよね。そうするともうこれ終わりなんです。で、じゃあでももったいないじゃないかって思うと思うんで、それにはどうするかっていうと、今この時点でですね、右のところの隙間から針を入れていって、玉結びを隠して、この樹脂の幅に沿ってですね、刺繍をかけるように上下にこういうふうに糸で留め具していきますね。留め具の間に糸でやるっていうちょっと補修をしながら、とりあえずこれは忍んでいけそうだということは見込みました。そのように過去も、これってファスナーの長さの留め具に合わせたサイズのものを作ってますけど、そうじゃないちっちゃなものっていうのは同じようにこの留め具無視してもっと内側に行きますからね、横幅が。その時に取り入れてた手法で、当初ね、よく本当2007年周辺にたくさん作ってたミニミニポーチとかいうのがあるんですけど、そういうのがこういうふうにシャカシャカシャカというふうに刺繍をやるように、この樹脂の覆われている部分を同じように上下にね、糸を移動させていきながら固定するんです。まあそれをきれいにやるかやらないかで、なんかその見栄えが変わってくるんで、できるだけきれいにやるんですけど、やっぱり、ね、そのできれば本当は樹脂の留め具の方がスタイリッシュではありますよね。手で縫うとどうしても手作り感あふれちゃって、ちょっとスタイリッシュさには欠けていくんだけど、小さいものだからまあ仕方がないよね。小ささのインパクトをに目がいくから、ここのその手縫いのそういうところにあまり気にならないよっていう感じで、なんとか通り抜けてきたかと思うやり方なんですよね。なのでこの
これこの写真のこれもこのものにしてはもうこうします、こうするしかこの時点ではもうしょうがないです。なのでそうするんですけど、じゃあちょっと今後のあのこんなことを知った今ですね、これ多分樹脂ですもんね。そうするとやっぱりまず考えなきゃいけないっていうのは、あの劣化するものなんだなって考えたらいいですよね。ちょっとそこはもう事実として、この事実があったわけで受け止めねばなりません。とても貴重だと思うんですよね。これあのやっぱり売られているものって、その時の一瞬の、まあ、数年以内とか言っても1年以内とかですね、いくら在庫になったとしても、あとその購入する時ってもほんの一瞬じゃないですか。そうすると綺麗な状態にあると、あいいやって見た目だけで買っちゃいますけど、この15年越しのこの状態を見ると、そんなことをその時点で見越せるわけがなかなかないわけですね。そうするとこの実際に体験してきたその15年経ってこうなったんだよっていう、こういうなんていうの、この事実っていうのはすごく貴重なものなので、何かしら生かしていく感じを考えていくべきだなと思ったんですよね。ということで、ちょっとね、ここからどういうものを、どういうそもそもどういうファスナー選んでいくのとか、そういう話です。さっきね、樹脂っていうお話をしたんですけど、これもね、ファスナーの無視の部分ですね。この無視っていうのはなんかギザギザしたあの長いとこですね、線路みたいな、ここは樹脂だと思うんですよね。なんだけど留め具に関してだけスポットをちょっと今回当てますので、あの今までこのファスナーの無視の部分が何かなったことは一度もないです。そこはね、メーカーさんの、ちゃんとしたメーカーさんのとこで買うときちんとしたしあの作りになっていて、そこはね、あのちょっと今回スポットじゃないんですけど、とりあえず信頼してますね。壊れた実態はないです。ただ右側のこのここの留め具でね、この今映ってるこれに関してなんですよね。そうするとここがそのあれはね、ちょっとあの詳しいことがわからないんですけど、ナイロンとかそういうものが入ったちょっと柔らかめの、そういう融通が効くタイプというか、それのあの合成樹脂だと思うんですよね。透明感ある。それに対してこの金属っていうのは全然質が違うと思っていて、この金属があることでミシンの針がガチャンって当たっちゃうから、あの融通効くあちらの方だと、ハサミでカットも可能なんですよね。そうするとあのあちらを選んできた傾向もあったんですよ、当時ね。でそれ以降、現在はあまりファスナー自体を使ってないんですけど、ただ今後使うとなった時のちょっとあの考え方として、私が今思っているのは、あのファスナーはもうこの留め具に関してはもうああいうことが起こってるわけだから、金属をおすすめしたいですね。でここの金具が金属のを選ぶと、あのここのこの長さが決まってきますよね。ということは、製作するものをファスナーの長さに合わせたデザインと型紙にしていくっていう考え方、これね縛りがあるんですけど、まあでも長い目で見た時にそれでいいと思うんですよね。そうするとポーチなんかは限度が結局決まってきますよね。20センチの横の長さのポーチの次のものは、もうファスナーの留め具がその上になると何かっていうと、25センチっていうのがあるのか30センチしかないのかっていうと、まあ自分でその留め具を留め替えるとかそういうのもあるんですけど、ちょっとその手間のことをちょっとあの省いて既製品でちょっと考えていくと、20センチの上って30センチかなってなると、次にポーチのサイズ決めるときにもう30センチになっちゃうんですよね、大きくなっちゃって。そうすると小さめのポーチでコンパクトな範囲内で作りたいってなると、20センチの横の長さが決まってくるんですよ、このファスナーの留め具に合わせて、という、そういう考え方をする製作ってことになりますよね。ね、縛りがあって自由が効かないんで、私は当初自由が自分の自由なサイズに作れるためには、あの途中でカットして、そういう糸でこういう風にやるやり方を採用してきたりもした過去もあったんですけど、やっぱりスタイリッシュに作るっていうのは、この留め具があることっていうのはすごくあの一番いいですよね。で最初からあったものをこうちょっと移動させてあのやっちゃうことが、なんとなくね、やっぱり一番最初の状態って何でもあの一番しっかりしてるかなと思うんで、やっぱりそのまま作られたそのままのメーカーさんのその作られたそのサイズをあの利用する形に合わせていって作るっていうことっていう考え方が一つあるかなと思うんですよね。なの
で、ここではですね、あの金属ファスナーと呼ばれて、この留め具も金属であって、無視の部分も全部金属だっていうものを選ぶっていうことのまず一つ前の段階として、ここの金属の部分、あの無視の部分は樹脂かもしれないけど、留め具だけはもう実際にこういう今回の私の一番最初のこの写真のようなことが起こったわけだ、この留め具に注目して探していくっていうことで、ちょっとあまりこの透明感あるやつを採用してしまうと、あのいずれこうなること覚悟で、あのね、調達していかなきゃいけないよというお話でしたね。はい、ということでこんなことが起こってしまいましたが、次の何か探す付属品を探す上での何かきっかけになればと思いましてね、ちょっとこの動画を作ってみたわけですね。ありがとうございました。